生ですが、勇敢なマイレースの障害ではない。見事にヘビの一撃をかわし、背骨を折るために素早く頭を捉えて話し始め、この後、何事もなかったかのようにブラックマンバの頭にかじりつくのだ。ビッとヘビ、おそらくこのヒットの中にビッが出てくるとは誰も想像がつかなかっただろう。一体全体、どうしてこのリスは